はい、お疲れ様です。ホンポボッツです。今日はですね、春のちょっと、痛々しい格好をお見せすることになるんですが、実は春、この度去勢をいたしました。たまたまを取ったわけですね。まあ、いわゆる、ニューハーフになってしまいました。ちょっと傷口を舐めないように、ね、去勢してもやんちゃぶりは健在なんですが、傷口舐めないようにちょっとこのような格好になってしてなってまして、痛々しいんですが、別にあの皮膚病とか、変な病気ではありませんので、まあすぐにこれは取れると思うんですけど、しばらく恋もつけてます。ちょっと本人もね、嫌がってるんですけど、あ、どっか行きましたね。どういった、ちょっと本人もね、嫌がってるんですけど、これはちょっと傷口舐めたりすると具合悪いことで、こういうのをつけてます。はい、若干おとなしくなったかなという気はするんですけど、また新しい生まれ変わった春、今後ともよろしくお願いします。はい、ではポチッとな。